なに、ここに住み込むやと？仕方ねえじゃねえか。こんな汚れの世界でどうやって暮らしていけるのかわかんねえからな。事情を分かってるあんたに面倒見てもらうっていうのが一番ってことよ。勝手に決めんな。しかしお主は殿の子孫、我らは殿の配下であったというのは事実。どう論理的に組み上げてもお主が我らの面倒を見るというのは理にかなっておるではないか。のうりこ。裏切り者。ログロン、お前は納得できんよな。いいんじゃないですか。ダブルクラスだ。まあまあ、そう怒るでない。我らとてこのような世界、さっさとおさらばしたいのだ。そのためにはまず風魔小太郎を捕らえ、さらには聖姫様を取り戻せねばならぬ。そのためにはここでお主の商売を手伝う方が手っ取り早いのだ。どういうことや。あんたの商売は除霊だろ。そいつが都合いいのよ。小太郎には一つ特徴がある。やつは伊賀でもなければ甲賀でもない。やつの最も得意とするのは妖術だ。妖術使いのやつがいる場所には必ず妖怪が現れるという。妖怪が現れりゃ除霊屋であんたのところに客が飛び込んでくるだろ。その客の近くに小太郎は必ず現れる。そして小太郎を追う千姫様も必ず現れる。あんたは客が増えて大繁盛、あたいらは小太郎と千姫様を捕らえられる機会ができて大満足。一石二鳥じゃねえか。なるほど。ほら早速現れた。私、青い鉄工所の専務で大久保と申します。カッパ。はあ、何にといえばカッパとしか。そいつはいつ頃から現れたのだ。あれは1ヶ月ほど前でしょうか。会社の伝票がなくなるという事件が立て続けに起こったんです。それも接待伝票だけがなくなるという。おかしいと思い、ある晩私が伝票を保管している経理部で見張ってると、経理部の高橋課長の決済箱から何者かが伝票を抜き取っていたんです。そーっと近づいてみると、カッパが伝票を食べていたんです。私の気配にその妖怪は姿を消しました。それ以来そのカッパに似た妖怪は頻繁に会社に現れるようになりました。ある時など営業マンが接待伝票を夜中に書いてると。何を書いているのだ。接待などせんでもよい。そんなもので成績は上がらぬ。そんなものをわしが食ってやる。それからというもの、営業マンたちは怯え切ってしまい、全く接待をしなくなりました。もともと我が社は接待で営業成績を伸ばしてきた会社で、接待をしなくなってからというもの、営業成績はガタ落ち、もはや会社の存亡の危機です。なんとか先生のお力であの妖怪を退治してください。葉っぱの除霊は専門外でして、お引き受けしましょう。ああ、とりあえず明日会社にお伺いしましょう。姫様、しばらくここを我らの根城にすることに決めました。ここは何をするところじゃ。タレントプロダクションでございます。タレントプロダクション、なんじゃそれは。芝居役者のあっせん所みたいなもんでしょうか。とりあえずこの世界ではこの商売が一番儲かると、この男が言っておりました。姫様、小太郎を捕らえるまでの辛抱です。なんせここは400年後の世界、未知の世界であるゆえ、まずは軍資金をがっぽり稼がねばなりません。姫様、才蔵が動きました。才蔵が